こんぐらい。タバコ入れ。これもいいよ。これもいいよ。羽すごい。何センチある？もう30センチぐらいあるね。中やばない。これ車ですか？チャーズ。ヒデカズでーす。ヒデに車でヒデカズでーす。おっす。おっす。皆さんおっす。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 シビックおっす。おっす。今日なんですけど、シビックちゃんです。みんなだけ好きでしょ、シビックって言ったら。もう、30歳以上のおっさんは多分全員好きなんですよ。いや、25歳以上のおっさんは全員好きなんですよ、多分。おっさんか分からんけど。これは、もう超人気車種。知らん？なんか暴走族じゃないけど、ヤンキーがよく乗ってたみたいな。ヤンキーが乗ってたというか、ヤンキーが卒業して、環状族じゃないですけど、阪神高速ぐるぐる回るみたいな。ヤンキーおったんですよ。それがもう、むちゃくちゃ好きな車。シビックという。これ、この車どうしたのっていう話なんですけど、まあ今日が紹介動画、シビックの。で、シビックの紹介動画なんですけど、僕めちゃくちゃ仲いい友達がおるんですよ、一人。で、その子がこの車を持ってて、勝手に紹介しようかな。もうなんか、鍵パクってきて、勝手に紹介しようかな。はい。で、これやったら再生数いくと。っていうのを聞いたんで、今から紹介していきます。この車自体が超有名らしいんで、なかなか多分最後まで見た方がいいです。言っとくけど、上からやけど、最後まで見た方がいい。そういうのを YouTube で、もともとこのパンデムっていうメーカーさんらしいで、このメーカーさんがすごいおっちゃんなんですけど、すごい有名な方らしくて、その人から買ってきたらしいです。だからすごいになってます。どこになってると思う？言ってみて。どこが変わってると思う？言うて、うん、ライトとかだけ。お前目バグってんのか、お前。色毛か、お前。そんなわけあるか。全部ちゃえん。まあまあ、それを詳しく言っていこうと思うんですけど、はい、これでも、まあ、どっから行くって言っても、もう正直見た目もう違いますよ。もう、バンパーとか違いますよ。こう、ほんで下から、下から見て、下から見て。この辺が中身も変わってるわ、これ。おぉ。もう青バリかっこいいやこれ。ほんで、ほんでっていうか、もうとにかくカスタムしてるところしかない、ないから、はい、もうこんなエアロじゃないけど、エアロも下すごいっすね。いやもうこんなん絶対するよなって思ったら、上がんねんて。車高上がんねんて、これすごい。エアサスっていうやつかっちょいいと思った。鬼いくね、これ伝わるのかな。あ、ちょっとタバコのあれとか見たらわかるの。すごいよ。こんぐらいタバコ入れへん。やばない。まあでもこれエアサスで上がるから、はいはい、うん、上がるから。走るときはそう、やばいっす。やばいよ。まあこのまま走らんかった。これ横もエグい。横見てこれ、これももうオーバーフェンダーゴリッついてるから、ネジすんごいついてるし、ゴリッついてこれで、これがなかったとしてもこれバンパーとのこんだけあるんで、本体がだから、これがもうゴリゴリですよね、うん、エアロというかオーバーフェンダーというか全部、はい、でそんだけボディを出したから当然タイヤもまあまあ出てますよね。まあボディの中に入るようにしてあるんやけど、ちゃんと、はい、ゴリゴリのタイヤ、これ東洋タイヤで、これすごいんですよ。僕初めて見たこの車自体の窓あるじゃないですか、はい、窓がプラスチック。え、やばない？えっ、ー、ってプラスチックとかあるん？なんかかなりこの車レアらしくて、相方の子がYouTube で見て、このシビックむちゃくちゃかっこいいから、このシビックを作りたいってなってたし、で、このシビックを作りたいってなった時に、エアロとかみんな注文して買うやん。買うんやけど、めっちゃこのシビックかっこいいんやけど、エアロにも形があって、結構ちゃうわけやん。メーカーが変わったら。で、もうこれを欲しいと。っていうことは、作った人に聞きに行こうで、作った人車やん。もう京都でむちゃくちゃ有名な車屋さんなの。で、そのおっちゃんに聞きに行こう言うて、あ、じゃあ車あるって言いにしたら、あ、あるよって。あのシビック好きなんやから、あんなにしたいね。どうやったらいいかなっていうか、もう倉庫にあるからそれみたいって言われて、倉庫にこれがあったんやか。ええーってなって、現物あるんかーいってなって、で、現物あるから、もうなんかおっちゃんは1台作ったから、これずっと乗っとこうと思っとったらしい。置いとこうと思っとったらしいんやけど、その相方が、お願いしますと。譲ってくださいと。よかったら。もう欲しいんですよと。で、1から作ってもいいんですけど、作り方教えてくださいよって言ったら、おっちゃんが、そんな欲しいんやったら、まあ乗ったかみたいな感じで、売ってもらったらしい。だからすごい、すごい車だ、これは。すごいですね。そう。で、僕はその時に、へーと思って、売ってもらうの見てたんやけど、なんかもう、って見れへん。見とったら、これ窓あんねんけど、ガラスじゃなくて、なおかつ窓とか開けようと思っても、これもいいよ。これもいいよ。これもいいよ。もう夏暑い時に窓開けよう思ったら開けへんから、
ここよ、ここ。そこだけ。そう。これ何かって言ったら、なんか事故とかして、レース場で事故とかして、ガラスって破片で結構割れたりするんで、バシャンって危ない。だから、プラスチック、プラスチック。プラスチック。らしい。中もだって割れてもいいよ。これなんか、そ、何なんすか。これ何なんすかって知らない。何なんすか。ここにつけたよな。多分閉めて、閉めてここにつけといたら割れても大丈夫みたいな。多分ね。大丈夫。俺もにわかやから、にわかやから知らんけど、こことかももう外装が全部エアロ組まれてる感じ。こう後ろ、ま、前とほぼほぼ一緒なんですよね。うん。いやすごいわこれは。でなおかつ言っていこうか。なおかつ言うで。見てこれ。羽。これが一番特徴的らしい。羽。羽すごい。羽すごい。何センチあるっていう。もう30センチぐらいあるぐらい。マジで30センチってくるぐらい。多分知らんけど30センチぐらいあるぐらい。見た感じ30センチぐらい。グニーグニーなってるやんこれ。グニーなってますね。グニーなってるんだほんまに。なんか滑り台みたいな。そう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 。俺ほんで言ってなんかこの黒い部分っているんかな。俺は聞いたんやから。俺なんかまああんまりなこういうのに興味がないというかなんか分からへんかったから、あの聞いたらもうまあ普通に考えてさ、ここは本体出てるやん、白い部分、はい、で、これ白い部分が出てるの、こっちも黒いのがあるわけ、はい、おい、この聞いたらアホか、お頭おかしいんかと、はい、ここが重要なんやんと、ここが重要なんやについて1時間ぐらい勉強されてた。俺もうそ、うん、ああそうなんやって、最初の5分ぐらい聞いとったけど、あとの55分は俺もう少しとった。聞いとった時、嘘嘘、冗談冗談っていうのがあって、ここも重要らしい、はい、なんか空気抵抗が変わったりとか全体的なあの車のバランスとかがすごい変わってくるって、はい、これがある内で、うん、当然ね、リアもガラスじゃないんですよ。当然なんですね。まあなんか強度の問題もあるらしいし、はい、なおかつ空気抵抗とかもあって重さとかっていうのもあってガラスじゃないって。で、まあここまで来たらマフラーが普通にノーマルでプリウスみたいな音して走っとったらめちゃくちゃダサいから。もうスーパーバコンのスーパーストレート直感らしい、びっくりするぐらいのバコンらしい。すごい、そうっすよ、すごない音がやばない。人の車勝手にレビューしてるけど、紹介動画出してるけど、すごいよな、それは出したくなるやろ、俺の気持ち的になるやろ。まあこれ、あとはもうこっち側もエアロがついててバランス全体的にいい感じなの。で、まあここもガラスじゃないし、プラスチック、プラスチック、こっちもプラスチック、まあ、フロントガラスだけガラスなんですね、うん、フロントガラスって意味やからガラスやで、見てこれ中見て、勝手に見よう、中勝手に見よう、やばない、中やばない。これ車ですか。これ俺知らへんから、ちょっと宇宙船とか言うかもしれない。ほんまにやばない。やばいっすね。だって何もないもん。だって俺席ないもん。席ない。席ないし、ここむき出しやし、こことか横とか、うん、もうあの後ろも全部むき出しやん、うん、これジャングルジム組まれてるしさ、これえぐない。これは強度を上げるためらしいんやけど、ジャングルジムあんねんで。えぐない。ジャングルジムなんかシフトノブあれやん、はい、シフトノブもこうまっすぐ伸びてんちゃう、ガンガンガンってなってる。あれ見て、すごない、どんだけ何足入ってんの。20足ぐらいいくじゃんっていうのを勝手にレビューしてみた。まあ、あとは走ってるとこを見たかったら相方に言うから、またあの、はい、ちょっとお前運転してくれよ。ちょっと俺の車ちゃうからぶつけたら絶対嫌やから、はい、ちょっともう運転してくれよって言って盗撮しようと思うから、はい、またこれが人気なんやったらちょっと続編として走ってるところ、まあ、エンジン音とかね、あ、エンジン音、エンジン音とか走ってるところをちょっと撮ってみたいなと思います。はい、じゃあ本日はこの辺で、チャンネル登録してね、バイバーイ。え、いつ OK 出るんこれ。I would never ask you to give up thanks. I just wanna give you all I can. There's something but you baby now.